のさっきのベタアーチェリーと同じで、これだけ、これ押さないよ、止めとくだけ、これ引いて、引いたら、こうだ、引く、緩める、引いて、緩めたら2足、もう1足出して、引いて、緩めたら、こうやっちゃダメ、こう回しちゃダメ、この手は止めとくだけ、こっちの手だけ引いて緩めたら2足、引いて緩めながら2足で、ボーン、はい、やっていきます。足立ってちゃんと1の足入れるのがあと2の足入れるだけなんだ。手は押さない、こっちの肩は押さないで、この位置で止めておいて、こっちの相手のこれだけ引っ張る、これだけ引っ張る、で緩めたら2の足回す、2の足回す、そしたら普通に行きます。何しなくても、スピードがなくても、ここが一番高い。なんで素材いつもこんなになってるの。もう、ここに重心が持ってなきゃダメなんだ、一の足に。そうじゃない、こうやってたら二の足回らねえだろ、緩めてる。どうやってこうやって回るの。ここにいるの。それだけ引いて緩めたらもう二の足が入るの。足だけなんて引いてる、重心は前に向いてる、重心後ろから練習してるこう動いてやってる時にどうしてもこうなっちゃって引きたい、こっちで押したい、こっち寄せたい、そうだよね、これだけ、これだけ